こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはムーンウッドマン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してムーンウッドマン鼻に立ちます。その後ろからはブラウンジュエール、この馬も上がっていく構えです。さらにはディバインシュペール、5番ミルアイドル、その後ろロックレッド、後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのはディバインシュペール、青の帽子ミルアイドル、その後ろすぐ隣にサンフォードダイヤ、ブラウンジュエール、そのうちに続いています。その外にムーンウッドマン、その隣にジャックリストレーション、内からはメモリーズオブシルバー、カワチサタデー、後ろからになりました。内からはステートリック。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ7番ディバインシュペール、ブラウンジュエール、ほとんど差がありません。ジャックリストレーション、3番手カワチサタデー、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はディバインシュペール、サンフォードダイヤ、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はカワチサタデー、残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 必死に追うカワチサタデー。2番手はマックスジーン、カワチサタデー1着、カワチサタデー完勝、カワチサタデー1着、2着はマックスジーン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチサタデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサンシャインリボーン、綺麗なスタートを切りました。バックスボーイ、前に行きそうです。エンドダンス、それに続いています。さらにはサンシャインリボーン、11番ジムアイス、その後ろヤグリ、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。サンシャインリボーン先手を取りました。ジョンズコール、すぐ後ろバックスボーイ、それに続きます。オレンジの帽子ジムアイス、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方からジョンズコール先手を取りました。その後ろからはエンドダンス、これに続いてジムアイス、プレシャスシルビア、すぐ後ろピンクの帽子バブルガムフェロー、いい位置につけました。黄色の帽子ミルサスピション、その後ろ内からはサンシャインリボーン、並んで12番パラダイススパークル、すぐ後ろにサニークルーズ、その隣にアイオーシャン、その横にチーフベアハート、しんがりからヤグリ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はジムアイス、トロットミズーリ、ほとんど差がありません。エンドダンス3番手バブルガムフェロー、いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジムアイス、トロットミズーリ、その後ろエンドダンス、その後ろ内からはバックスボーイ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ジムアイス先頭、あと 200m、 ミルサスピション伸びてきた。さあここからいよいよ最後の勝負、先頭に躍り出る勢いです。バブルガムフェロー、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。プレシャスシルビア1着、2着にはどうやらミルサスピション、勝ったのはプレシャスシルビア、見事な勝利です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。マウントスタイル前に行きそうです。スケベ人間それに続いています。さらにはサマーカントリー11番ミルフォードコレクター、その後ろシルバーペイトリアーク、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から。レギュラーシュア先手を取りました。スケベ人間そのうちに続いています。内からはマウントスタイル、その外から宇治山ビクトリー、好位置をキープしています。ステイゴールド、では前の方から見てみましょう。スケベ人間先手を取りました。マウントスタイル、そのうちに続いています。内からは宇治山ビクトリー、オペラライト、それに続いています。その隣にサンセットマックス、その外からデイラミ、その後ろにヴィーナスドゥライン、その隣にサマーカントリー、レギュラーシュア、それに続いています。ステイゴールド、後ろからその隣にカイラスガバナー、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはマウントスタイル、その横に宇治山ビクトリー、これに続くのがサンセットマックス、その隣にスケベ人間、その横にオペラライト、サマーカントリー、この馬もこのグループ、すぐ隣にヴィーナスドゥライン、並んで8番デイラミ、後ろからの競馬になりました。ステイゴールド、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。最後の追い比べ、先頭はスケベ人間、レギュラーシュア先頭、2番手はミルフォードコレクター、追いすがります。ステイゴールド伸びてきた、ここから勝負をかける。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はデイラミ、デイラミ先頭、あと 200m、 デイラミ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。デイラミ先頭、2番手はスケベ人間、先頭はデイラミ、1着でゴール。デイラミ1着、2着にはどうやらルソン、勝ったのはデイラミ、見事な勝利です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アルムタワケル、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ソーノパ前に行きそうです。アルムタワケル、それに続いています。さらにはクォートサイクル、4番サンシャインショー、その後ろ後方に控えたのがソーフォワード。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはチャペルラッキー、アルムタワケル、そのうちに続いています。内からはタイガーヒル、その外からサンシャインストリート、その外にハイライズ。では前の方から。アルムタワケル先手を取りました。その外からチャペルラッキー、その後ろからはタイガーヒル、ドリームウェル、そのうちに続いています。その外にサンシャインストリート、その隣にサンシャインショー、その横にクォートサイクル、ソーノバ、この馬もこのグループ、すぐ後ろにクリスマスボール、スペシャルウィーク、この位置です。内からはクロコルージュ、その隣にクラシックシルエット。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ハイライズ先手を取りました。その後ろからはサンシャインストリート、アルムタワケル、すぐ後ろ、その隣にチャペルラッキー、これに続くのがドリームウェル、その外にタイガーヒル、その隣にサンシャインショー、その外にクォートサイクル、クリスマスボール、そのうちに続いています。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。先頭変わってサンシャインストリート、サンシャインストリート、
先頭、2番手はハイライズ、先頭を捉えるか。スペシャルウィーク伸びてきた、ここから勝負をかける。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はハイライズ、ハイライズ先頭、2番手はハイライズ、あと 200m、 スペシャルウィーク伸びてきた、残り 100m、 スペシャルウィーク先頭、2番手はアルムタワケル、スペシャルウィーク1着、スペシャルウィーク完勝、スペシャルウィーク1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スペシャルウィーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はザカリア、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はオースミサーベル、オースミサーベル必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりザカリア先頭だ、ザカリア先頭、ザカリア差を広げる。2番手はカフェモア、ザカリアこの馬で決まりか。ザカリア今ゴールイン、段違いの強さです。ザカリア1着、2着はカフェモア、これは物が違う。ザカリア